第二次世界大戦末期のアメリカ合衆国政府における暫定委員会とは原子爆弾を含む核エネルギーに関連する諸事項を検討し勧告するため1945年5月にヘンリー・スティムソン陸軍長官のもとに設けられ政府に近い高い地位にある政治家、科学者、産業界の委員から構成されていた極秘の委員会である。暫定委員会には 戦時の核エネルギーに関する管理の問題や公式声明の内容、また戦後における核管理と政策への提言、特にそのための法案の策定など幅広い事柄について議論し勧告することが求められた。とりわけ委員会は日本に対して原子爆弾を用いる方法について討議し勧告したことで知られる。結果、 委員会は1945年6月1日に複合的効果をもたらすような標的に無警告で投下すべきなどとした。一方、核エネルギーの管理と規制のために委員会により準備され戦後に提出された法案は科学者や議員の反対に会議会を通過しなかった。科学研究開発局長官のバネバーブ氏と彼から国防研究委員会議長を引き継いだ。 ジェームズ・コナントとは当時のアメリカの科学政策に対して強い影響力を持ち、核エネルギー開発においても当初から中心的役割を果たしてきた。彼らは戦後の核兵器の時代に向けて法案の準備などをするための委員会の必要性を感じ、1944年後半よりたびたびスティムソン陸軍長官へ大統領に進言するよう働きかけていた。 こうした中、1945年4月12日にフランクリン・ルーズベルト大統領が休止し、即日副大統領のハリー・エス・トルーマンが大統領に就任した。大統領就任までトルーマンは、アメリカの原子爆弾開発をはじめとする核エネルギー開発について何も聞かされておらず、就任後にスティムソンらから説明を受けることになった。4月25日、 トルーマンと会見したスティムソンは戦後に予測されるソビエト連邦との対立の時代における核兵器の持つ意味について説明するとともにブッシュとコナントが提案した委員会の設立に向けて準備中であることを説明したヒトラーの自殺のニュースが世界を駆け巡った翌日5月2日にこの委員会はトルーマン大統領の承認を得た やがて機密が解除され、議会によって新たな委員会が設けられることになった。時に、議会の権利を侵害していると受け取られないよう、この委員会は、暫定委員会と称することになった。暫定委員会の最初の会合は、連合国がドイツへの勝利を祝った、翌日の1945年5月9日に、非公式に行われ、スティームソンはまず委員会に求められる幅広い議題に、 ついて外説した。それによれば、委員会は、戦時下での核エネルギーの管理や後の生命に関する全般的な問題、さらに戦後の核エネルギー管理とそれに必要な法案策定について検討し勧告すべきとされた。また5月31日の公式の会合でも、スティームソンは改めて委員会への抱負を論じ、この計画、 マンハッタン計画、を単なる軍事兵器との観点から考えるべきではなく、人間とこの世界全体との新たな関係として、考えるべきであるとして、将来の軍事兵器、国際競争、研究、管理、平和利用といった点について議論することを望むと、表明している。幅広い問題を扱った会議での議論は、 極めて率直なもので委員会を当初から望んでいたブッシュはそれを最高のものだったと評価している。同時期に招集されていたレズリー・グローブズ賞召下の標的委員会とは異なり、そこでは特に原爆の軍事的利用に関する勧告を行うことは求められていなかった。にもかかわらずトップレベルの委員からなる委員会の構成と原爆を用いることが 将来の政策と密接に関わり合わざるを得ないこととによって委員会は原爆使用に対する議論に不可否的に関与していくことになった。特に委員の一人で大統領の特別代表であったジェームズ・カイ・バーンズは原爆の使用の問題について最終決定を行うことが重要であると考えていた。スティムソンの特別顧問であった元ニューヨーク連邦準備銀行総裁で 保健会社ニューヨークライフインシュアランス社社長のジョージ・エル・ハリソンが作成したリストをもとにスティムソンにより自身を議長としたすべて文明からなる以下の8人中7人の委員が選ばれ5月2日に大統領の承認を得たただしこのうち大統領特別代表バーンズの人選のみは1日をくれることとなった大統領は 当初大統領の代理人なしで十分ではないかとスティムソンに持ちかけている。大統領が時期を見て国務長官に任命する意思を持っていたバーンズの名をスティムソンが挙げることで彼が大統領の個人的代理人として加わることとなった。大統領の特別代表という立場を得てバーンズは委員会で最も影響力を持った委員となった。この他に会議には ジョージ・マーシャル陸軍元帥や、マンハッタイ計画の責任者、グローブズ陸軍少将をはじめとした軍人のほか、広報の担当者、法律家、産業界の代表などが必要に応じて招聘された。特に科学者からは、ブッシュとコナンとの提案によって、マンハッタイ計画の各拠点のリーダー各4人の物理学者を集め、委員会の科学顧問団とすることが決定された。科学顧問団には、 マンハッタン計画における主要な拠点、シカゴ大学夜勤研究所、カリフォルニア大学バークレー校放射線研究所、そしてマンハッタン計画のために新たに作られたロスアラモス研究所から、それぞれ所長のアーサー・コンプトン、アーネスト・ローレンス、ロバート・オッペンハイマーが選ばれ、さらに夜勤研究所からロスアラモスへ移った、亡命科学者のエンリコ・フェルミがこれに加わった。委員会の目的として、 本来想定されていなかった原爆を用いる方法についての討議は主として1945年5月31日の会議で行われた。科学顧問団が出席視聴時間に及んだこの会議では午前中に原爆の開発状況や戦後の状況を踏まえたソ連への対処などが討議された。あと、昼食中の会話で日本に対する原爆の使用の問題が話題とされた。 この時の会話の公式記録は存在していないが、科学顧問団のアーネスト・ローレンスは、出席者の一人が、原爆による死者はすでに空襲で殺された人数よりも多くはならないだろうとの見積もりを述べたことを記憶している。一方、こうした会話の中でスティムソンは、ハンブルクやドレスデン、東京などに対して自分たちが行ってきた大規模爆撃に対する、 人々の態度の無頓着さとその無慈悲さを嘆き、その態度にロバート・オッペンハイマーは簡単な言葉を残している。午後の公式な議論が始まった時も、原爆が投下された場合の日本と日本の戦意に与える影響が引き続き話題とされた。原爆で軍事目標を破壊することはこれまでの通常の爆撃と効果に違いがないという指摘を受けて、オッペンハイマーは原爆は 破壊だけでなく高く立ち上る火球の視覚的効果と中性視線が生物へと与える効果が大きいことを強調した。こうした原爆の効果に関する議論を踏まえ委員会では可能な限り多くの住民に深い心理的印象を与えることを模索すべきであると合意された。コナントの提案によってこのことは欠かすことのできない重要な軍事工場であって多くの労働者を雇い。 労働者の住居に隣接して囲まれているものという二重の効果を持つ標的が最も標的として望ましいものであるという結論を導くこととなった。また、日本には事前の警告を与えるべきでないことも合意された。バーンズは戦後、その理由について事前に警告を行えば意図的に運ばれた捕虜が犠牲になるかもしれないことや、 爆発が失敗に終わるかもしれなかったことを挙げている。また、大統領は、我々がこの原子爆弾を保有していること、そして、それが、いかに凄まじいものであるかということを世界に示す。責務を果たさねばならなかったであろうと、後のインタビューで発言している。会議ではさらに、数発の原爆を同時に投下する案も議論されたが、招聘されていたマンハッタイ計画のグローブズ少将は、 これに反対している。実際には、暫定委員会のこの結論により、前の5月28日に、ッタ大計画の標的委員会がすでに、京都、広島、新潟の3都市に標的を絞り込んでいた。そこではこれら3都市では、工業地帯が小さく市の周囲に分散しているため、精密爆撃の標的として、工業地帯に位置決めすることは、考慮しないとの合意がなされていた。 5月30日、グローブズに強く命令指標的のリストを持って来させたスティムソンは、このうち京都を標的から外したものの、ノンフィクション作家ローズは、スティムソン陸軍長官は、自分が望んだほどには軍隊を支配できていなかったのだとしている。産業界の代表を招いた6月1日の暫定委員会では、午後になってスティムソンは席を外したが、前日の合意は踏襲され、 バーンズの提言によりこの問題に関する委員会の最終決定とも言える結論が出された。バーンズ氏は次のように陸軍大臣が勧告すべきであると提言し、委員会はこれに合意した。目標の最終選択は本質的に軍事的決定であると理解するものの、委員会の現在の見解は次のようである。爆弾は可能な限り迅速に日本に対して使用されるべきであり、 それは労働者の住居に囲まれた軍事工場に対して使用されるべきであり、かつ事前警告は行わずに使用されるべきである。バーンズは会議が終了するとその足でトルーマン大統領に委員会の結論を伝えた。バーンズが記すところによれば、大統領は委員会調査や代替案の検討について知らされ、何日もの間、この問題を真剣に検討し続けてきたとし、 代替案が考えられず、委員会が勧告してきたことと自分が同じ考えで、あると分かったことに不本意ながらも同意せねばならないと応じたという。一方で、5日後に正式に報告に赴いたスティムソンは、大統領がバーンズは成し遂げられたことに大いに満足しているように見えたと述べたことを記録している。この決定は、6月12日頃スティムソンらに、 シカゴ大学や近研究所の一部の科学者グループから届けられた報告書によって多少なりとも再議論の対象となった。この報告書、フランクレポートは原爆の実践使用に対しての懸念が強かった。夜勤研究所においてアーサー・コンプトンが科学顧問団で討議し、暫定委員会に結果を報告することを約束に設置した委員会から生まれてきたものであった。 報告書にはデモンストレーション、すなわち無人地域における原子爆弾の爆発実験を他国に公開すべきであるという提案が盛り込まれていた。科学顧問団の4人の科学者はデモンストレーションが戦争を終わらせるのに十分なものとなり得るのかどうか6月16日にロスアラモスで行われた会合で議論している。夜まで続いた議論の結果。 顧問団の委員会への公式報告は次のような否定的なものであった。これらの爆弾の最初の使用に関する我々科学者の同僚の意見は完全に一致したものではなく純粋に技術的なデモンストレーションを行うべきという提案から最も効果的に幸福を促すよう軍事的に活用すべきという提案までの幅がある。純粋に技術的なデモンストレーションを主張する提案は 原子爆弾の使用を国際的に非合法化しようと望んだものであり、もし我々が今この兵器を使用すれば、将来の交渉における我々の立場に不利益をもたらすであろうことを恐れたものである。他のものは即時の軍事的使用によりアメリカ人の生命を救う機会がもたらされることを強調し、こうした使用が国際的な将来の見通しをも改善するものと信じている。 そこでは、この特定の兵器の廃絶よりも、戦争の抑止により大きな関心がある。我々は自分たちがこの校舎の見方に近いところにいるのだと理解する。すなわち、我々は、この戦争の終結をもたらすような、技術的デモンストレーションを提案できず、直接の軍事的使用に代わる受け入れ可能な、代替案を見出せない。この報告より前。 オッペンハイマーは暫定委員会に報告を求められていることを説明した上で、親しい同僚の科学者に原爆の使用についての意見を求めている。問われたロバート・アール・ウィルソンは原爆を使用するべきではなく、日本は何らかの方法で警告を受けるべきだと答え、数週後に予定されていた初の核実験に日本人を呼んではどうかと提案した。オッペンハイマーはその答えに、もし、 爆発しなかった時はどうするのか、と返している。歴史学者シャーウィンらは、オッペンハイマーが同僚の多くがデモンストレーションに賛成していたことを知っていたはずだとし、原爆を直接使用するという結論に、彼が導かれた理由を、この戦争で原爆を使用することが、すべての戦争を廃絶させるとオッペンハイマーが確信するようになっていたからだと説明する。一方、 あとによって、ペンハイマーは自分たちが当時の基本的な軍事状況も、日本が他の方法で降伏しうるかも、日本本土侵攻が本当に避けられないものだったかについても無知だったとし、我々の心の奥に侵攻が避けられないという考えがあったのは、早期化されていたからだと実感している。この科学顧問団の報告は6月21日の暫定委員会の会議で検討され、 結果5月31日と6月1日の会議での結論を再確認している。海軍次官の役職を支持属意思を持っていた委員の一人、ラルフバードは6月27日、委員会のこの結論に反対する覚書をハリソンを仲介としてスティムソン議長へと送っている。この覚書では、偉大な人道主義的国家としてのアメリカ合衆国の地位、そして一般に、 我ら人民の公明盛大な態度を主な理由として原爆が使われるのに先立ち、例えばその2日か3日前に日本は事前の警告を受けるべきだとし、さらに日本が幸福の仲介の場を模索しているかもしれないとして慎重な対応を求めている。この覚書をトルーマンが目にしたかどうかは不明であるが、バードは 海軍時間を辞任した直後の7月1日トルーマンに面会して、その持論を展開している。原爆の軍事的利用の問題について勧告することは暫定委員会の本来の役割ではなかったが、原爆が使用された時にトルーマン大統領とスティムソン陸軍長官が公表する公式声明の準備は委員会に与えられた仕事であった。また、 トリニティ実験での小規模な公式発表も準備された。声明の下書きの作業は、マンハッタイ計画と契約を結んでいたジャーナリストで、ある、ニューヨークタイムズ科学部編集者、ウィリアム・エル・ローレンスにより行われた。総行は、レビューのため AT&T 社副社長のアーサー・ページに送られ、そこから、さらに暫定委員会へと渡された。また、 暫定委員会は7月6日の会議でイギリスの一連の提案を検討し採択している。トルーマン大統領の演説の最終草案は大統領がポツダム会談に出席していた8月1日に手渡された。8月6日の広島市への原子爆弾投下の後に記者会見で読み上げられたその声明は次のように宣言していた。この爆弾により 我々の成長を続ける軍事力に加え、今や新たな、そして革新的な破壊力の増大がもたらされた。現在型でこれらの爆弾が今まさに生産中であり、さらに強力な形式の爆弾を開発中である。これは原子爆弾である。それは宇宙の基礎的パワーを利用した装置である。太陽がそのパワーを生み出す源である。この力は、 極東に争いをもたらした者に対して解き放たれたのである。暫定委員会が組織される前の1944年7月にブッシュ、コナントとアービン・スチュワートは核エネルギー管理のための法律の提案を行っている。コナントはこの提案を1945年7月9日の暫定委員会の会議に提出している。ハリソンは二人の経験豊かな弁護士。 ケネス・ロイヤルとウィリアム・マーベリーに法案の総行をまとめる作業を託した。彼らがまとめた総案では5人の民間人と4人の軍人からなる計9人の委員会を設置することとなっていた。委員会には所有権の取得、設備の運営、研究の指揮、そしてあらゆる形での核エネルギーの管理を認める幅広い権限が与えられていた。 この法律案は7月19日の暫定委員会の会議で検討され、委員の提案に沿って改定されてから、8月に大統領に送られた。9月28日に暫定委員会は再び会合を開き、法案成立のための戦略について議論している。法案は10月3日に、下院軍事委員会議長のアンドリュー・メイ及び、上院軍事委員会の幹部イン・エドウィン・ジョンソン、 上院議員によって連邦議会に提出され一般にメイジョンソン法案の名で知られるようになった。このメイジョンソン法案は議会で直ちに困難に直面している。暫定委員会は11月に解散していたがメイジョンソン法案の修正について議論するために12月にもう一度だけ会合を行っている。12月20日には上院議員ブライアン・マクマホンによって マクマホン法案として知られるようになった核エネルギー管理の代替法案が提出された。当初これは科学的研究の管理に向けた極めてリベラルな法案で科学者から幅広い指示を集めた。メイジョンソン法案も核エネルギーの文民統制の側面があったものの、マクマホンによって核エネルギーの軍による管理か民間による管理かという論争が湧き起こった。 1946年には上院の保守派に譲歩するためマクマホン法案にいくつかの大きな変更が加えられ、その後修正法案は大きな変更なく両院を通過した。1946年8月1日のトリューマン大統領の署名により原子力エネルギー法として成立したこの法律に基づき文民統制の色彩の濃い原子力委員会が設置された。 ありがとうございます。